だ。スポンジですかこれ。これゴムですね。ゴム。GM のタイヤです。で、ミニツのタイヤの方がやっぱり曲がります。で、速い。けどやっぱ不安定になっちゃう。軽が違うんで。でもこれ、これでフルノーマルですよ。これノーマルなんですか。はい、これでノーマルです。サーボが痛くないですか。GM の GT みたいな。あ、はいはいはい。うちも一応は走れるんで、他のとこダメっていうとこ多いけど、うちは OK にしたんで、はい、OK にしました。ウレタンで走れるんですか。走れますよ。へぇー。だ、一応そのテストも兼ねて GL1 のエコノックしたかったんで、で、このタイヤ GL とあとニーツのタイヤを強調するだけっていうので一応認可したんで、これなんかウレタンで走れるっていうのがすごい。早いですよ。いやもうマスク、これも今動画のネタになりますよ。ここが、はいはいはい、ここオリジナルです。え、どこですか。ここの緑の部分は、はい、もともと純正ではそこないんですよ。へえ。そのうちのカメラマンがそのちょっと GL のとこが弱いので、はい、ヒーラーライツで作ったんです。これこのお店で買えるんですか。いや、まだその絵はどうしようかって作って売れるみたいな感じで。あらら。で、結構海外だと作ってる人多いみたいですよ。自分で自作して、だその方がやっぱ借金するって言うんですけど、はい、いや逆にそれ貸してもらっても俺は買わないんじゃないかなっていう。あ、でもまあ海外のやつらはもうなんか全然違うやつ。そのストカーボンサイズなんですけど、はい、それでフライングしてたんですけど、そうなんですよ。だからうち僕もグラス買ったんですよ一応。だけどまだ使ってないんですけど、組み替えるのが大変なんで。すげえな。グラスが一応こんな感じで入ってる。これオプション。おお。すげえ。これはグラスが入ってるってことですか。お？お？じゃあね、材質が。材質が違うんです。これ純正はカーボンなんですよ。真鍮。真鍮なんです。すげえ。結構重いんじゃない？かっこいい。結構みんなそのオプション使うらしいんですよ。はいはいはい。らしいんですよね。へえ。何がいいんだろう。もう最初だけで4000円ぐらいしますよ。あ、これだけで、これだけですか。はい、そんだけちゃんと厳重に箱に入ってきましたからね。すごい。確かに面白いですね。面白いですね。めちゃくちゃ速そうだな。いやでもね、KVH 2500なんで、これ、はい、そんな速くないです。あ、そうですか。正直に話すと、僕の、うん、あの、エヴァンの横が速いです。あ、ミニツですか。へぇー。たぶん3万円とか入れたらもっと早いから。はいはいはい。結構ワイワイさんとかだと走ってるのが多いから。ああ。重量と、バッテリーの差だよね。あの動きをちょっと目指してるんですけど、どうもああならないんですよ。どうしたらいいんだろうって。ウレタンでいいです。カーペットのウレタンも走れてる。カーペットはまた違う。なんか、こっちやつなんだけど。黒いやつですよ。黒いやつ。あのウレタンほど食わないんですけど、でもそれに近いなんかカーペットの方が、うん、食